三馬市立図書館は、徳島県三馬市、脇町大和、脇町の三馬市地域交流センター内にある、市立図書館である。2009年度から、指定管理者制度のもと、株式会社図書館流通センターが運営を行っている。所管課は、三馬市教育委員会事務局文化、スポーツ課である。前身である、三馬市立脇町図書館は2017年12月20日に、 閉館する。脇町図書館が建てられた地域は、春行から翌々年の1988年に、重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、伝統的な建造物が立ち並んでいる。図書館計画ではこの伝統的な建物をうまく活用した図書館が求められた。現在の図書館建物では、明治初期に建てられ、 伝統的要素を保ちつつ放置されてしまった農業用倉庫二棟を修復した建物が閉鎖書庫として利用されている。図書館の開館にあたり新しく建てられた建物は鉄筋コンクリート作り二階建てで周りの景観にうまく溶け込ませるため伝統的なうなつや虫かご窓の装飾が施されている。 図書館建設事業に要した費用は1億5335万円となったが、建築に対する評価は高い。一方で、図書館建築として、同館を見た場合、館内の随所に段差が存在する建物となって、しまったことから、棚橋光夫1991は、機能的な図書館建築としては失敗であったと、表している。 1983年頃から図書館建設の計画が進行し、1986年に建物が竣工した。開館当時は図書館独自の蔵書としては公民館が所蔵していた約5000冊の図書だけであり、約1万冊を県立図書館から借りることで開館にこぎつけた。2005年3月1日の市町村合併により、見間し立。 和気町図書館に名称が変更され、同時に、三間市立図書館設置条例、三間市立図書館管理規則が施行される。2009年4月1日から図書館流通センターに、管理運営を委託する。この委託は3年間で終了するものであったが、その後も指定管理者として、TRC が選定されているため2018年3月31日まで。 指定管理者制度による管理が継続している。指定管理者制度化の2011年8月10日には、ブックスタート事業が開始され、2年後の2013年4月1日には、貸出袋がリニューアルされ、11月11日には、見まし立、脇町図書館公式フェイスブックページが開設された。2017年12月20日、見まし立、脇町図書館が閉館。 2018年5月12日に、みま市立図書館として、みま市地域交流センター内にリニューアルをオープンした。ありがとうございます。